リエとタクヤイナカップルチャンネル、どうもみんな、リエです。今回は彼氏のタクヤと一緒に集まる動物の森やっていきたいなと思います。おリエ、これ今動画撮ってんのか？あ、これ俺 YouTube にデビューしちゃうのか？タクヤ、そうよ。だから早く挨拶して。挨拶。ああ、俺はタクヤ、ご中のバンハってるもんだよ。ああ、お前ら舐めた態度してっとよ。おめえや、タクヤ映ってない。タクヤ映って。タクヤもう一回、タクヤもう一回挨拶して。ああ、俺はご中のタクヤ。お前らよ、あんまり舐めた態度してっとよ。俺のよ、兄ちゃん呼んでよ。お前タクヤ、タクヤ映ってない。タクヤもう挨拶いいから、もう始めるよ。今回はこの動物の森を使って鬼ごっことかしちゃいたいなと思います。あー、鬼ごっこ、あ、いいじゃねえか。あー、お前よく見たら、お前なんかおしゃれな服着てんな。タクヤダサいよそれ。タケ何も着てないじゃん。出てきんだよこれ、着方わかんねえんだけど。タクヤ、私がかっこいいジャージ持ってきたから、これに着替えなよ。あー、じゃあちょっとそれくれよ。え、タクヤめちゃくちゃかっこいいじゃんそれ、すごい似合ってるよ。おい、マジかよ、あんまお前褒めんなよ。かっこいい？なんか普段の俺っぽいな、この格好な。じゃあちょっと俺コンビニ行くわ。タクヤコンビニないから、動物の森コンビニないから。コンビニねえの？マジで？俺ファンタの見てんだけどよ。ファンタとかないから、もうちゃんとしてよ。動画ちゃんと撮れないでしょ。じゃあ今から二人で鬼ごっことかやりたいなと思います。じゃあまずは私がこうやって網持つから、タクヤはどんどん逃げてって。ああ、分かった分かった、逃げればいいんだな。うん、じゃあ時間数えるから、タクヤ今から逃げてね。いくよ、せーの、1、2、3。オーケーオーケーオーケー、逃げればいいんだな。4、5。おー、ちょっと待て待て待て、逃げれねえんだけど。おい、何これ魔法？タクヤどうなってんのそれ。おい、わかんねえよ俺も、なんかここに飛ばされたんだけど。じゃあタクヤもう一回数えるから、早く逃げて。ちゃんと逃げてくんないと動画始まんないでしょ。わかった、ごめんよ。じゃあ今から逃げるから。いや、タクヤ数えるよ。1、2、3、4、5、6。おいおいおい、ちょっと待て待て待て、おい、どうすればいいんだよ。おい、逃げれねえよこれ。もうタクヤしっかりしてよ。おい、俺とお前は運命の輪で繋がれているようだ。これはお前から俺は逃れられねえっちゅうことだな。もうタクヤそういう恥ずかしいことやめて、みんな見てんだから今動画で。あ、ごめんごめん。おい、お前らもよ、コメントとかやめちゃかすなよ。リエと俺はよ、真実の愛で繋がってんだからよ。もうタクヤやめて、そういうのもう、そういうの後でだから、後で二人の時で。あ、ごめんごめん、わかったわかった。どうしよう、今日の動画一緒に鬼ごっこやる予定だったのに、もうこれじゃダメだ、どうしよう。おリエ任せろ、俺にアイディアがあっから。今からもうこの動画やめてフォートナイトやろうぜ。タクヤ、私フォートナイト持ってないの。だからそういうこと言わないで。あ、ごめん、俺も兄貴のデータでやらせてもらってるだけだから。じゃあタクヤいいや、一緒に魚釣りに行こう。魚釣り。あ、魚。あ、任せろ任せろ、魚釣るのは得意だぜ。いや、タクヤこっちついてきて。あ、こっち行けばいいんだな。あ、ちょっとタクヤ動きが変。ちょっと待って、タクヤ。いや、タクヤこっち。おー、リエ、これお前の島か。これすげえな。そうよ、私がこうやって作り上げたんだから。おー、リエ、なんかお前すげえセンスしてんな。お前、これ中国すごいな。おー、リエ見ろよ、あ、なんか風船飛んでんぞ。あれ、タクヤ、あん中にね、いろんなプレゼントが入ってんの。おい、マジかよ。俺ちょっとリエのために一肌脱いでくるわ。タクヤかっこいい。ちょっと待ってろリエ、今から取ってきてやっから。これどうやって飛んでいく、どうやって取りに行けばいいんだ。ほら、おー、リエ、ちょっと、ちょっと待って、リエ、おい、行けねえよ、俺、あっち行けねえんだけど。タクヤ、これもう二人が繋がっちゃってるのよ。だから死が二人を分かつまで、二人は離れられないの。そうか、これもう運命ちゅうやつだな。タクヤ見て、ほら、綺麗な川よ。お、俺にはドブ川にしか見えねえんだけど。タクヤ、ここには魚はいないよね。こっち行きましょう。おー、こっちのに海とかあるんじゃねえか。動物の森したら海があるって聞いたことあるぜ。タクヤ結構動物の森に詳しいのね。ああ、まあそうだな、俺も結構いろいろ YouTube で動画とか見てるから。へえ、タクヤってどういう人の動画見んの。ああ、そうだな、コアラーズゲームショーとか。あんな見ちゃダメよ、あんなクソなんだから。あ、タクヤ見て、ほらお魚よ。お、マジか。おい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 、あれ、じゃあ俺が撮ってやるから。じゃあ行くぜリエ、俺のかっこいいところを見てくれよ。行くぜ、おれい。タクヤ頑張って、釣れるわよ。任せろ、釣りはな、静かに待つのが大事なんだから。うわ、行け。おれい。
俺見ろよ、アジだよ。タクヤ、今頭の上にコアラって乗ってたんだけど、どういうこと？リエ、男にはな、内緒っつうもんがあんだよ。あんまり言うな、そういうこと。タクヤ、私の可愛い島の住民たち見てって。おう、どれどれどれ、見せろよ。おお、なんだあれ、ウサギか。タクヤ、あれはフランソワっていうの。フランソワちゃんっていうのよ。あれはピース。おお、ドブネズミか。ドブネズミみたいにすな。タクヤ、それブルーハーツだからやめて。おう、ごめん、悪かったよ。じゃあリエ、ちょっと俺こいつに話しかけっから。おいおい、おめえちょっと金出せよ。おい、ちょっとよ、俺コンビニ。タクヤ、やめて。私の住民にそういうちょっかい出さないで。コアラズゲームショーの悪いとこ出てるから見ないで、あんなチャンネル。悪かったよ、登録解除すから。悪かったな。リエ、ハリネズミいるぜ。これはね、ケイトっていうの。ケイトはね、ファッションチェックしてくれるんだから。おい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 、俺のファッション見てくれるっつうのか。じゃあ見てもらおうじゃねえの。おリエ、話しかけらんねえんだけど。今ね、おっそばけプレイだから話しかけらんないの、タクヤは。え、そうなの？俺もしかして拒否られてる？タクヤはそうよ。タクヤはこの島にいちゃいけない人間なんだから。おい、そこまで言うのか。おめえとんでもねえ冷てえこと言うな、たまにな。はあ、もうこんなんじゃカップルチャンネルで動物の森できないじゃない。もうすべてタクヤのせいよ。タクヤが悪いことばっかするから。だってよ、仕方ねえだろ。見てるチャンネルが悪いチャンネルなんだからよ。だから言ったでしょ、コアラズゲームショーなんて見るもんじゃないのよ。あんなの子供が見るようなチャンネルじゃないの。おーおー、リエリエ、言わせてもらえばよ、俺もう男15歳、もう中学3年生だ。もう中学校卒業したらリエを養ってくって決めたんだから。そんなこと言うなよリエ。もうタクヤとはダメかもしれない。私もうタクヤと一緒に将来過ごすビジョンが見えない。おいリエ、待てよ。悪かったよ、動物の森っつうのはよ。ほのぼのなゲームなんだろ。あとリエ、お前、網がなんか俺の顔面ぶっ刺さってんだけど。おリエ、これどうすればいいんだよ。タクヤ、そういうのはね、言わなくていいの。それはゲームの穴なんだから。ゲームの穴をつくのはね、いけないことなの。コアラズゲームショーの悪いことこ出てるから。おいリエ、あんまりよ、コアラズゲームショーの悪いこと言わないでくれ。なんかわかんねえけど、俺心が痛むんだよ、同じ男として。ごめんなさいタクヤ、私もちょっと言い過ぎたわ。あーリエ、分かってくれればいいんだよ。俺もな、リエのことをな、思って、まあ、このカップルチャンネルをな、一緒にやってこうって思ったんだからよ。あのさ、釣り竿顔に刺さってるから、そういうところがタクヤの悪いところだから。おリエ、悪かったって。釣り竿刺すつもりなかったんだって。なあ、もういいよタクヤ、もうタクヤと一緒に動物の森やりのやめる。私もうカップルも解消よ。おいおリエ、そういうこと言うなって。おいおい、ちょっと待ってくれよリエ。なあ、悪かったって俺がよ。一人二役とかできるわけねえよ、こんなの。なあ、よう頑張ったわ。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。またね。よし。